ルグラン・マデューは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラント県のコミューン。ルグラン・マデューの位置、ルグラン・マデューは、県北東部にあるコミューンで、小ご町所在地サンクローの北 5km、アングレームの北東 39km のところにある。 シャンパーニュムトンの南6キロメートルルマジエールイコールルベールから1 2トル、シャスヌイユから1 3トル、群長のあるコンホランから1 9トル、マンドゥとリュフェックから2 2トルである。コミューンに通じ、コミューンと交差する道路は、サンクローからシャンパーニュムトンへ、南北に通過する D28 号線、そして、バランスを経由して、トロワシェヌへ東西に向かう。 D15 号線である。アングレームからコンホラン、ベラックへ向かう D951 号線、及び中央ヨーロッパアトランティック道は、コミューンの南東 5km のところを通過する。最寄りの鉄道駅は、ルマジエールイコール,ルベール駅で、アングレームとリモージュまで向かうテルの路線が停車する。地質学的には、シャラント県北部と同様に、コミューンは、 ジュラキの石灰岩で構成される、アキテーヌボン地の中にある。特に、コミューン南部を占めるのはバジョシアンである。ジュラキ初期の地層は、南東端で始まる。変質岩と、中央高地からもたらされた第三期の堆積物の広範囲な広がりは、角石を含む粘土と、大理石混島尻の粘土となって、コミューン面積の大部分である高原を覆う。コミューンの地形は、 平均標高160メートルで南へ向かって傾斜したかなり標高の高い高原である。最も標高が高いのはパニソー近くの県南東部191メートルの地点である。最低地点は124メートルで高架橋の近くソネットとの境界となっているコミューン南端の地点である。町中心部は標高173メートルである。コミューンは 全体が高原の上にある。これは、シャラント川支流村、ソネット川とアルジャントール川の流域を切り離している。ソネット川は、コミューン南端の境界線となって、サンクローのコミューンからルグランマ流ュを切り離している。古い綴りは、マンススデイであった。ルマスデューとは、神の家を表している。マスは、ラテン語のマンススで、中世に開発された農村を意味し、 オック語で、農村の住居を意味するようになった。ルグランマデューは、テンプル騎士団のコマンドリーが置かれた重要な場所だった。コミューンは、シャラント県の東部一山を占めるオック語地域にあり、マルシュ方言が話される。中世のルグランマデューは、セルフルアンと同様に、サンティアゴの聖域を目指す巡礼者や、サントの聖、ユトロープの聖遺物を詠めようとする巡礼者が歩く。 東西方向に向かう二次元的な道の途上にあった。ル・グラン・マデューは、ルプティー・ーマデュー、シャンボンと共に建設された、西洋羽根騎士団の重要なコマンドリーだった。コマンドリーの起源は、テンプル騎士団で、16世紀から、上代の称号を持った。16世紀、ル・グラン・マデューの司令官は、司法を行使するため、セネシャルと財務検察官を任命していた。20世紀前半、 コミューンはルマジエールにあるデュフェック鉄道が通っていた。駅はルグラン・マデューの村とサンローランド・セリスの中間にあった。2016年時点のコミューン人口は173人で2011年時点の人口より13.82%増加した。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに 住所登録をする者の,の重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるも九1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 INSEE 古いコマンドリーに属したものとして、サンジャンバティスト教会がある。教会の北東側にある建物は、現在廃墟である。12世紀後半に建てられた、この教区教会は、かつて、 コマンドリーの境界だった。1973年より歴史的記念物となっている。ソネット高架橋の名で知られる鉄道の高架橋は、リュフェックとルマジエールをつなぐ鉄道路線の一部としてソネット側に架けられ、1902年から1905年に建設された。1950年代以降もはや鉄道は通っていない。 長さは195.50メートル、高さは26.30メートルである。橋脚は10本、アーチは11箇所である。2004年から歴史的記念物となった。ありがとうございます。